日本中の市町村、日本中の各都市、日本中の大都市、そこに住む皆様方、おはようございます。赤蔵チューブでございます。赤蔵チューブ、今日も自分のために気を送っております。皆様方におかれましても、ぜひともご自分のため、ご家族のため、また奥様のため、そしてお父さんお母さんのために頑張っていただきたいと思います。そのことが日本を掲げします。日本が良くなれば、日本は私たちにフィードバックをくれる、尊い国の一つでもございます。まあ、アメリカもね、あんな風に結構大変になってるわけだけれども、やはりどっかでね、世界中がそうかな、まあどっかで働かないと人間食べていけないわけだよね。で、食べていけないということは生産活動がまあ低くなるということになって、生産活動が低いということは、多分、みんな貧乏になるということだね。お金がその分、なくなっていくということにもなるわけだから、それっていうのは、まあ、働くのに精一杯になるから、まあ、そういうことをずっと続けていけば、情報を収集する能力もなくなってくるということで、そういう人たちが増えれば、まあ、愚民化されていくということにもなるよね。いろいろと、まあ、そういうことを画策している人にとっては、まあ、都合がいい話ではあるんだよね。働かない、あるいは、そこで騒乱が起きるとかね、何かその非常に混乱が起きるとか、そういうのを望んでる人たちって結構いるのかな。1400万人になったんだよね、東京がね。ほとんどもう若い人たちが東京に集中してるっていうことにもなるかな。1400万人っていうと相当なもんだよね。まあ、10分の1以上が東京に集まってるわけだから、本当にね、もうエネルギーの中心と言ってもいいよね、日本にとってはね。だから、まあ日本は、まあ、ある意味言ってみると狙われるところでもあるわけだけれども、特に東京狙われてるんじゃないかなと思うわけだよね。まあもしね、そのこれ仮の話だけども、闇にこう潜む勢力があるとすると、まあ、そういうのがね、まあ、例えば、この旅のね、まあ、いろんな不都合のを起こしてる病の元があるわけだけれども、それをね、その要は、首都圏を一応こう取り巻いて、もうそこから出さないと、鎖国状態にする。だから東京鎖国みたいなことをするわけだけども、そうすると、まあ、鎖国ではないか、里になるわけかな。そうすると、それの解除をさせないっていう、そういう意図があるんじゃないかなってね、ちょっと感じるんだよね。それって、その日本の、力をなくすということで、非常に効果的なところなんだよね、東京っていうのはね。そして、まあ、例えば、東京都の、東京都のトップだよね、が、まあ、ベッド数が空いたっていう、ことを発表されてるのに、それなのに、それを隠すようにして、要は、まだ解除できないと、まだ封鎖中ですよみたいな感じでね、やってしまっていたことがあったよね、前にね。それっていうのは、そういったね、闇のね、入れ墨が入ってんじゃないかなって思うわけだよね、それって。だって、その東京を働かせないってことは、日本が、駆動力を持たないってことでしょ。東京が元気になって、まあ、大阪も元気になるし、経験品自体も元気になるってことなんだから、その日本での生産活動が弱まるという、日本のね、生産活動が弱まるのをね、ニヤニヤして見てる人たちがいるんじゃないかというふうに思うわけだよね。